日常運の食うたにようこそ。さて本日の運はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらファミリーマートの新商品6品を食べたいな。現在テレビアニメ僕のヒーローアカデミアとコラボしてるんですね。まあ、自分はヒーローアカってそんなに詳しくないんですけど、なんだか美味しそうな商品が見た目ました。では早速ヒーローたちの力も スイーツや惣菜に宿っているのか確かめていきたいと思います。ではこちらファミリーマートの僕のヒーローアカデミアコラボ商品3種とパン2つを食べたいと思います。やっぱり気になってたので残るヒロアカコラボ商品3つも食べちゃいました。おむすび、グリルチキン、サンドイッチ、そしてバターを使ったチョコパン2種類ですね。なんかクロワッサンの人気でできたということですが、これらも気になります。それではこちらファミリーマートかけるヒロアカコラボ第2弾が発売されていたので食べたいと思います。ミルククリームドーナツ、カップグラスゼリー、白桃ゼリー、ミルクティー味生チョコ餅、敵の黒ごまラテ、ライバルキャラってことですね。バニララテ、ヒーロー、バニラ、別に黒が悪役である必要ないと思う。そしてカラカラチキンハバネロ風味、今回はカップですね。チャンネル登録よろしくお願いします。こちらのうめえから覚悟しろよという宣告をしてきたうまからフランクから食べていきたいと思います。クランクフルトは結構旨味はあるので辛みはないんですね。本当に辛いのかな。ではいただきます。すみません、ちょっと撮影するの忘れてたので一部それでも先生、まず最初にこちらのグリルチキンをいただいて、今このサンドイッチを食べています。あーやらかしたな。では改めましていただきます。カラカラチキンから早速食べていきたいと思います。おお、通常のチキンより赤くて刺激がありそうです。ではごちそうさまでした、うん、最初に食べたそのうま辛フランクですが、本当に唐辛子の辛みがピリピリ口の中に広がってきて結構強烈に来ましたね。なので辛いのがお好きなのであれば通常のフランクよりもこちらの方がうま辛フランクの方がおすすめです。だから結構刺激が来るのですぐにこちらのレアチーズベリーチーズシュークリームが欲しくなりましたね。こちらは結構さっぱりとしたチーズの酸味が口の中にふわっと広がってきて美味しかった。ちょっとピリピリしていた舌を沈めてくれました。まだベリーの酸味が少し弱かったですね。凍ってるのもあるのかもしれませんが、そこでここでヒーローたちは一休み。こちらのふわふわケーキオムレットチョコはチョコというかショコラは濃厚でちょっと苦味のあるチョコレートが口の中でふわっとしたオムレット生地とともに広がってきて美味しかったです。甘すぎないチョコが好きなのあなたにおすすめですね。続いてヒーローたち再開。こちらのまん丸焼きヒーローアカデミアは先ほどのベリーチーズクリームと同様にかなり濃厚で酸味の効いたレアチーズクリームがこちらの口の中に噛んだ瞬間にまた弾力のある生地のもっちりとした食感が広がってきて美味しい。続いてこちらの抹茶バウムクーヘン、これかなり苦味で効いた香りある抹茶で
噛んだ瞬間に結構ガッと思いましたね。でチョコレートもかかっているんですが、そこまで甘すぎないので苦い抹茶がお好きなのであれば食べてみてほしいです。最後に食べたこちらのモンブランドラは小豆の甘さがさっぱりとしていて結構美味しい、どら焼きとしては美味しいんですが、モンブランの栗の味や香りがあまり感じられなかったのは残念ですね。これだったら普通に、これだったらまあ栗あんどら焼きの方が良かったかなと思いました。というわけで今回はこちらの先ほど見せるのを忘れましたデクのバウムクーヘンが抹茶の苦味を感じることができて甘いとはまた違う味わいを楽しむことができるので一番おすすめです。今回の代表として5点とさせていただきますね。というわけでまだコラボ商品いくつかあるので、もし機会があれば食べてみたいと思います。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞終演まず母さんね母さんで本当に撮影失敗して申し訳ございません。ごちそうさまでした。というわけでまず最初に食べたと言っても撮影失敗した炭火焼き鳥風味グリルチキンは口に投げれた瞬間に結構むにゅっとした柔らかい食感と同時にしっかりとした噛み応えのある鶏肉の部分もあったのでちょっと皮の部分が入ってたのかなと思います。タレは結構甘辛で、焼いてはいないので香ばしさはないのですが結構和風の味付けでご飯に合いそうでした。で続いてこちら食べたこちらのペロミネンスバーンサンド炙り牛焼肉は中に入っているナンブルが結構ごま油が強くてそれが焼肉とかの全部を覆い尽くすほどではないのですがかなり主張してきたので好みが分かれそうな気がしますね。ただ油がきついと思うかもしれませんし、これぐらいあった方がいいわと思うように思われるかもしれません。続いてこちらのカツ丼風おむすびはなんだろうな、確かにお肉が乗っていて結構なボリュームがありしかもしっかり卵とじになっているのでカツ丼としての雰囲気を楽しめたんですがいかんせん量が多くて食べづらかったですね。おにぎりは手で持ってお手軽に食べられる食べやすさも大事な要素だと思うのでちょっと無理やりカツ丼にする必要はなかったかなとも思います。なんか名古屋の天むすおむすびみたいに中にカツだけ入れてもよかったかなと。そしてこちらの生チョコブリオッシュはバターの発酵バターの香りが結構口の中で広がってきてかなり深みのあるコクが感じられましたね。で生チョコクリームは苦めでバターを邪魔しないようになっていたのが分かった。一方こちらのデニッシュ生地もバターの香りとチョコクリームの苦みが見事にマッチしていたんですがちょっと生地がボロボロ崩れるので食べやすさという点ではブリオッシュに分があります。こちらはザクザク食感がありますがザクザクもそこまでなかったんですしこの辺りはちょっと好みだけど自分は今回これはどうかなと思いましたというわけで今回食べた中だと、コラボ商品ではこちらの、なんだかんだ言ってもお肉が美味しかったおむすびがチョコパンの方ではこちらの食べやすさがあるブリオッシュがより美味しかったので今回はこの2つの代表として5点とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞ごちそうさまでした。最初のカラカラチキンハバネロ風味ですが前回のフランク以上にかなり刺激があってビリッとして今でも舌がしびれています。ちょっとですなので辛いのがお好きなのであればぜひ食べてほしい。続いてこちらのグラスゼリーがついた白桃ゼリーはさっぱりとした甘さとみずみずしさがあってさっきのカラカラチキンの食べた後にぜひ食べたくなったんです。どうかセットで食べてあげてくださいね。続いてこちらのミルククリームドーナツは中に入っているミルククリームの味がかなり強いのでホワイトチョコがかかっている部分を含めかなりミルクの甘みが強いです。一方いちごはいまいち感じられなかったかなと思いました。一方こちらの生チョコ餅ミルクティー味は中に入れたチョコレートからミルクティーのなんていうかな大人な香りがふわっと広がってきて本当にミルクティーを飲んでいるような気持ちになりました。ミルクティー好きなので嬉しかったです。そしてこちらの敵の黒ごまラテ
シナモン、まあ、黒ごまなので多少香ばしさはあるんですけど、ラテなのでまろやかでそこまで強烈ではなかったですね。こうバニララテは結構バニラの香りがした甘めのラテで、どちらも香りが最後の方にしか来なかったので、もうちょっとラテの中に溶け込んでいてもよかったかなと思いました。まあ振るのが不足していたかもしれません。というわけで今回はこちらの生チョコ餅ミルクティー味が一番ミルクティーの味を感じることができて美味しかったので、この代表として5点とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しい。演舞終了。お楽しみいただけましたか？もしそうですね、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。